はい、バス行きましたね。気をつけて渡りますね。バスも帰りが向かい側。そうです。時刻表もありませんね。ここってこそね、信号ありませんからね。綺麗です。まあ、岬はね、もっと奥なんですけどね。これでキャリーケース持ったままね、とても無理です。綺麗、完璧のね、オホーツクです、これ。そう、まさにね、これ曇り、少しね、山には霧ですが、本来ね、そこまで行きたいんですけどね、岬の先端までね。危険、まあ、町道になるんですけどね、昔の国鉄興浜線、東大までね、まあ、全ての方ね、自転車のツーリングか。まあ、ここで、ね、少なくとも2時間はね、滞留です。まあ、便所はあるようなんで、その点困らないです。まあ、何もなく考えずにね、オウムワンの7時間はね、退屈しましたけどね。そうですね、まあ、長袖でね、ベストに来ました。あまり厚着してもね、かえって暑いです。完璧ですね。もう、もう落ちないようにね、もう落ちると帰れませんから。それでこそね、綺麗です。もう落ちると、ね、帰れませんからね。アングル変えてね、ご覧いただけると思います。まあ、生でね、行いたいんですけどね、まだ時間はないので、見てください。灯台が見えましたね。まずね、このアングルでご覧ください。歩いていけないことはないんですけど、あそこまで。まあ、帰りはね、歩いてもいいんです。洗浄時期からね、洗浄岩からね。バスが4時間ほどありませんからね。3キロ歩いてもね、それは分かりませんよ、まだその時にならないとね。分かりませんよ。まずね、お邪魔しました。風が吹いてる。
かなりワイドでね、風がね、とてもまあ、ここにはちょっと喋らないとね、主役は私なんですからね。こちらね、北線がね、走っておりました。私の顔がね、遠くにしか見えませんよね。こちらこういうになっておりますからね、こちらが十分ね見えますけども、もうこういうのしていてもね、綺麗です。何もね、周りに遮るのありませんからね。いろんなとこね、まあ見ています。これだけのね、紺碧の海、そしてね、海のすぐそばに山ですよね。山に霧がかかった風景、片やね、青空、片や霧、こんな風景あまり目にしたことありません。これだけね、私申してもね、何の迷惑もありませんからね。波もね、少し、緩やかです。風吹いて心地いいです。こちらね、場所はね、北海道宗谷総合振興局江差町のね、寒井岬公園。私、神戸でも岬なんか嫌いですからね。垂水区にね、岬ありますけどね。私はね、神戸でもどうでもいいんですよ。汚い海でね、ゲラ吐きそうになりますよ。海風がね、こんなにね、心地いいとは思いませんでした。綺麗な、ね、海でね、一面ブルーです。これホタテもうまいですよ、ここまでね。これだけ綺麗であればね、垂水漁港で取れる魚なんかね、まずで食えますよ。ゲロ吐くとなりますよ。食うと、こんな魚、ここでね、ホタテやカニ食いますとね、綺麗、なんで綺麗でしょうね。ご覧いただきます。紺碧です、赤色で。これ以上先には行けません。危険です。波しぶきがね、大丈夫ですね、こちらはね。ここでもね、神井岬バックにね、一言ね、私ね、兵庫県人嫌いですからね、神戸人嫌いですからね、垂水人嫌いですからね、残り9区の人間嫌いですからね、塩屋人だって 100% ですからね。お一人覗いてです、ただし。お一人覗いてです。お一人はにゃんこさんです。ここでもね、神井岬でもね、一言申します。にゃんこさん以外のね、兵庫県に近寄るな、神戸人近寄るな、垂水に近寄るな、塩屋人 100% 近寄るな、クソ塩屋のね、海なんか見ていますので、ゲラ吐くとなります。これだけね、きれいなね、見ています。ゲラ吐くとなります。これ以上いけません。もうそれこそ帰りませんね。
降りるところあるようなんですね。場所分かりませんかね。降りてもいいんですけど、ね、降りる場所ただね、帰りのバスの行かなきゃね、バス停に、まあ、バス見えますからね、ここからは、まあ、少し走るとね行けませんからね、危ないです。まずはこのアングルでね、後ほど別アングルでねご覧いただきたいと思います。太陽をね覗いてまいりまして、紺碧のね青い、灯台があちらに見えます。完璧ですね。まあ、危険な断崖絶壁です。もうこれ看板が鳴いておりますね。綺麗に透明、クリアな海ですね。ところどころね、邪魔も入るからね、避けて。邪魔もの関係ありませんからね。綺麗ですね。ちょっとね、スマートフォンで撮影しております。まあ、それ、ね、私はスマートフォンで撮影できません。まあ、これ、そう言ってね、これ普通の小さい顔ですけどね。まあ、アングル変えてね。より一層鮮やかにね、撮影可能です。かたや霧でね、そしてね、甲府北線通過した時ね、乗りたかったですよね。